ウォルター・ウルフマン・ワシントンは、米国ルイジアナ州ニューオーリンズを拠点に活動する、ギタリスト、シンガー。ブルースを基調としながら、ニューオーリンズのミュージシャンらしいファンク、R&B も織り混ぜたサウンドを展開する。1943年、ニューオーリンズに生まれた。まだ10代の頃に、リードーシーのバンドメンバーに抜擢され、彼と共にツアーに出る。 1960年代中頃になると、オールフールズバンドを結成、地元のクラブに出演するようになった1970年代に、入ると、ジョニー・アダムスのバンドに参加。アダムスとは、以後20年の長きにわたり、ライブ、レコーディングに関わっていった。一方、1970年代の後半になると、自身のバンド、ロードマスターズを結成し、ヨーロッパツアーもこなすようになった。 1981年、初のソロ作来人、イン、インマイハートを、零細レーベル、ヘルプミーよりリリースした。1980年代半ばにはワシントンは、ラウンダーレコードと契約。同レーベルからは、計3枚のアルバムをリリースしている。その後、バージンレコード系レーベル、ポイントブランクからもアルバムをリリースした。1992年8月、初来日。 1999年3月にも、ブルースフェスティバル、ザ・ジュック出演のために再来日している。2007年、同じく、ニューオーリンズのミュージシャンである、ジョー・クラウン、ラッセル・バティスト・ジュニア、とトリオを組み、ニューオーリンズのクラブ、メイップル・リーフで活動するようになった。2008年には、久々のアルバム・ドゥイン、ザ・ファンキー・シングをリリース、好評を博している。同年クラウン、 バティストとのライブ版クラウン、ワシントン、バティステ、ライブアットザメープルリーフもリリースした、ジョークラウントリオ。ありがとうございます。